TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。そんなサスケの出場者の中でも最も有名な人といえば、山田勝己ではないでしょうか。かつては、完全制覇に最も近い男、と呼ばれ、ファイナルステージ進出経験もある彼ですが、序盤のステージで早々にリタイアしてしまうことも少なくありません。特に、ファーストステージの、そり立つ壁でリタイアするシーンが印象的で、山田勝己イコールそり立つ壁でリタイアする人、というイメージを持っている方も多いでしょう。しかし、実際に山田勝己のこれまでのサスケ挑戦の歴史を振り返ってみると、意外にもそり立つ壁はそこまで苦手にしていないこともわかります。というわけで今回の動画では、山田勝己とそり立つ壁の戦いの歴史を振り返り、結局そり立つ壁に何勝何敗だったのか見てみようと思います。1997年秋に始まったサスケ、山田勝己は第1回のサスケから出場を続けていました。しかし、初期のサスケには、そり立つ壁はまだ登場しておらず、1999年秋の第4回サスケまでは、そり立つ壁というエリアが使われていました。傾斜50度の坂道を駆け上がるこのエリアでは縁を手で掴むことも許されており、比較的難易度の低いエリアだったと言えるでしょう。もちろん、山田勝己もこのそり立つ壁に対しては4度挑戦して無敗でした。そして、2000年春の第5回サスケで、ついにあのそり立つ壁が初登場することになります。そり立つ壁初登場回ではこれまでの有力選手もファーストステージに大苦戦することとなり、なんと前回大会で37人もいたファーストステージクリア者はたった3人にまで減ってしまいました。しかし、山田勝己はそんな数少ないファーストステージクリア者となり、初見のそり立つ壁も全く問題にしていなかったのです。続く第6回サスケでも5名のファーストステージクリア者のうちの1人となり、全盛期の山田勝己にとってそり立つ壁はむしろ得意エリアと言っても良かったかもしれません。というわけで、ここまでのそり立つ壁との戦歴は2勝0敗となるわけですが、次の回から運命の歯車が狂い始めます。第6回大会終了後、熱が下がらず病院を訪れた山田勝己は、医者から衝撃の宣告を受けます。なんと、サスケのしすぎが原因で熱が出ているというのです。極度のストレスによるもので、トップアスリートなどが自分を追い込みすぎてしまった時にごく稀に出る症状だと言います。そうして、医者からサスケ禁止令を出され、半年ほどほとんど寝たきりの生活を送ることとなるのでした。次の第7回サスケの頃には体調もだいぶ回復して無事出場することができたのですが、半年間一切運動していない状態での挑戦となります。体もなまってしまったのか反り立つ壁で大苦戦。3度目のトライでなんとか登り切るものの、ファーストステージクリア直前でタイムアップ。事実上、反り立つ壁に負けた結果となります。最有力選手としてゼッケン100番をつけた山田勝己のまさかの反り立つ壁でのリタイアは、視聴者に強烈な印象を残すことになったと思います。さらに、この回はサスケ史上最高視聴率を記録していたこともあり、山田勝己イコール反り立つ壁に弱い、というイメージを持つ視聴者がより増える要因だったでしょう。そして、次の第8回サスケでも山田勝己は反り立つ壁に行く手を阻まれることとなります。自宅に反り立つ壁のセットを作って挑んだ今大会でしたが、収録日に緑山スタジオに雨が直撃し、反り立つ壁が濡れてしまうという不運に見舞われるのです。山田勝己の挑戦の直前にスタッフが反り立つ壁を拭いてくれていたはずでしたが、山田勝己はなぜかスタッフが吹き残した左端のコースを選択。雨で滑って反り立つ壁でタイムアップという結果に終わるのでした。しかし、
タイムアップ後にそり立つ壁の真ん中のコースが綺麗に吹かれていることに気がついた山田勝美は、試しに真ん中を登ってみると一発クリア。運の悪さでリタイアになってしまったものの、単純な身体能力だけで言えばそり立つ壁をクリアできる実力を持っていたと言えるでしょう。しかし、番組を見ていた視聴者には、わざわざ自宅にセットまで作ったのにそり立つ壁が登れなかった人という印象を与えただけの結果に終わりました。この時点で、そり立つ壁には2勝2敗。山田勝美の全盛期かつ番組視聴率も一番高かった時期でもあるので、この時のそり立つ壁リタイアのイメージが強く残っている視聴者が多いでしょう。しかし、これ以降は調子を取り戻し、そり立つ壁に連勝を続けていきます。2005年の冬に放送されたサスケ第16回大会まで、そり立つ壁には5連勝するのです。ここまでで7勝2敗の成績で、体調不良や運の悪ささえなければ、山田勝美にとってそり立つ壁は全く問題ないエリアだったことがわかります。ところが、ここでついに40歳を迎えた山田勝美が少しずつそり立つ壁でリタイアしていくようになります。2006年秋の第17回サスケ、3年ぶりにゼッケン100番をつけた緊張からかそり立つ壁を前にして足が震え始めてしまいます。タイムアップ直前になんとか頂上に手をかけるも、事実上そり立つ壁でリタイアしたこととなるのでした。次の第18回サスケでは、そり立つ壁が、グレートウォール、にリニューアルされます。頂上から垂らされたロープを掴んで登るこのエリアは一発クリアし、まだまだ衰えていないところを見せつける結果となります。ところが、第19回大会でグレートウォールが撤去され再びそり立つ壁が登場すると、以前より20センチ高さを増すマイナーチェンジが施されたことで難易度が上がります。このリニューアルでとどめを刺されたのか、山田勝美はこれ以降そり立つ壁をクリアすることはなくなるのです。なお、山田勝美はこの頃の新エリア、ジャンピングスパイダーを極端に苦手としていたこともあり、そもそもそり立つ壁までたどり着くことも減ってしまいます。第19、20、22、26回のサスケではジャンピングスパイダーでリタイア、そり立つ壁に触れることなく終わります。第21回サスケでは怪我している様子もあり、片足を引きずりながらそり立つ壁に挑むもリタイア。第23回サスケでは、4度目のトライでなんとかそり立つ壁を登り切るも、事実上ここでのリタイアと言ってよかったでしょう。第24回サスケでは引退をかけて挑むもそり立つ壁が登れず大の字になってタイムアップ。第27回サスケでは引退を撤回してのチャレンジとなりますが、やはりそり立つ壁でリタイアに終わるのでした。そして、2012年冬に放送された第28回サスケ。新エリアとして登場した2連そり立つ壁は、1枚目はいつもより難易度が低い設定のそり立つ壁、2枚目は過去最高の高さのそり立つ壁になっています。前日に足を怪我してしまった山田勝美は、1枚目の壁をなんとかギリギリで登り切ったところでタイムアップ。そして、山田勝美はこの挑戦を最後にサスケを引退します。最終的に山田勝美とそり立つ壁の戦歴を見てみると、8勝8敗という結果になります。全盛期の頃は体調不良や運の悪さを除けば全勝しており、山田勝美は意外にもそり立つ壁は苦手にしていないことが伺えます。しかし、サスケの視聴率の高かった時期や、ゼッケン100番をつけて注目されている時に限って運悪くリタイアしていたこともあって、視聴者にとってはそり立つ壁リタイアのイメージが強かったのでしょう。また、40歳を超えて以降は、怪我が多くなったことも災いしてそり立つ壁はほとんどクリアできていません。2000年代後半以降からサスケを見始めた視聴者ですと、山田勝美がそり立つ壁をクリアしているところは一度も見ていないことになります。そして、2020年。
2012年に引退していたはずの山田勝己は8年ぶりにサスケに復帰。55歳での現役復帰ということもあり、復帰以降は未だそり立つ壁にたどり着けていません。山田勝己 VS そり立つ壁、再び因縁の対決が見られることを期待しています。